こんばんは、ヒュエです。では、ボーダーランズ1続きやっていきましょう。ヘイセリー、20分だったら教えて。あ、落ちた落ちた本当だよ。本当になんでだよ。これ、ニューユーステーションか。そうだ、レベル上がったからスキルを、ピストル使用時に1回の射撃で2発あ発射、クリティカルヒット、ブラッドウィングの威力と移動速度が上がる。ブラッドウィング、ショットガンの方がいいのかな。ショットガンばっかり使ったからね。おう、わーい。ピストルの方がスキル上がりやすいの。あ、フルだって。どうしようかな。いらないの、ああ、売ってくれよかったな。落とす。こっちの方が高く売れるからね。こっちとか使ってんのにスピード上がらないんだ。声が違うよ。いけ。あれ？ブラッドウィング攻撃した今。今敵探してるところ。こっちの方はまだ何もないの？これからいろいろ出てくるのかな。ティーボーンジャンクションじゃなくて、それはあれか。これ全部だダウンロードコンテンツか。どっから攻撃してきた。いけ、もう逃げたの。とりあえずいらんなものは売ろう。グレネードを爆発させるだけじゃ面白くない。新しいモッドでグレネードをカスタマイズしましょう。はあ、持てる量を増やせない。そもそものそんなものはない。これでいいかな。まあでもあれだね、そんなに能力のその数値が多いよ。武器の数値がある、わけじゃないから、そんなに迷わなくていいのかもしれない。
って得意不得意あんのかな、使える武器にというかスキルの上がりやすさに。そういうことかな。お前さんはスキャッグじゃないだろう。違うよな。見なくても分かれちゃかったっけ。私はスキャッグしか打たんよ。まあ大抵の場合はな。ほい。ファイヤーストーンの Z の元へ行き報酬受け取れ。はい。その話はあれなんだね。前見たこのエコーで端末から喋ってくんないんだね。はい、ただいま。本当に始末しなくちゃならないのはブスのスレッジだ。はあ。これでいいかな。で、新しいミッションがありますよ。はい。キャッチャーライド。サイドミッション。キャッチャーライドも受けちゃおっかな。スクーター。ファイヤーストーンのそばにあるキャッチャーライドは俺のお袋よりヤバいぜ。目視よかったら行ってみてくれ。お袋に会いにじゃねえぞ。スキャックの巣穴のすぐ近くだ。わかんだろ。はいはい。あ、こっちじゃなかった。痛かったか。やべえぞ、グレネードだ。この繰り返しだ。チャレンジ？チャレンジはどこにあるの？え？チャレンジってどこにあるの？おーい、チャレンジってなんだ？あ、ショットガンのスキルも上がってんのね。ブラッドウィングのダメージを上げようかな。で、
間を待ってたぜ。ありがとうよ。目が見えないとどうしても無理ってこともあるからな。え、あー、際どい、何がいいかな。逆狩りにいるスキャーを仕留め、スカーを仕留め、義足を取り戻せ。はい、これバウンティーボードなの？なになになに、わからないわからないわからない。じゃあ先にこっちをやって、うわー、見えにくいですけど、ちょっと待って、このくらい明るくして、視野、何視野って、チャレンジ、ちょっと登るとこが分かんない。あれ、視野広くなったの、これもしかして広くしたじゃないかって。え、どうやって登るのこれ。ちょっと待って、変に、ちょっと待って、近道は帰りようね。
ち合ってる？回ってった方がいい？気持ち悪い。うわー、OK、危ねえ。セカンドウィンドウ、ちょいちょいちょい。義足でしょ、なんか義足食べようとしたわけじゃないでしょ。足と間違えたってこと？あんま難しく考えたら負け？やったら、じゃあ切り抜いとこまでやったら、
つ目のデータレコーダー取ったら切ろうかな。何ラック、ラックだ、ラック。こんなに一気に来る。ラックごときでこんななんか大げさな曲って。でも好きだけど2の時って戦ってないもんな。わかんねえ、わかんねえ、わざとだろうけど。俺が一番乗りか。あれ？何も入ってないけど。はい。あ、これさっき行ったとこじゃないの？ね。途中で取れた。まあいいか。では、今回ここでしましょう。なんかスキル振っとこうかな。ブラッドウィングのダメージ。受けとく？これもちょっと捨てがたいけどね。いいや。はい。では、今回ここまでしましょう。ご視聴ありがとうございました。チーヨーでした。バイバイ。